こんにちは、工場長です。今日はレジンでミニチュアガジェット作りやっていきたいと思います。はい。最近レジン楽しくってっていうのを前にも言ったような気がするんですけど、本当に楽しくっていろいろ作ってたんですけど、結構大きいものが多かったじゃないですか。この前アンケート取った時にも小さい作品が見たいっていうのとかもありまして、今回はちょっと小さいものにしていきたいと思います。そしてレジン液も新しいのを買ってみたので、それも試しに使いながら今回はミニチュアガジェット系を作っていこうかなという感じです。いつも使っているフローレスレジンもいいんですけど、最近レジン液もいろいろ種類あるからいろんなの使ってみたくて、皆さんのおすすめ何かあったらコメント欄で教えてくれると嬉しいです。ということで作っていきたいと思います。よかったら見ていてください。工場長がデザインした布、国家 EC サイトにて先行販売中。まずは今回用意したシリコンモルドをご紹介したいと思います。3つ作っていこうと思っていて、まずこれがノートパソコンの形のシリコンモルドです。ちゃんとね、画面のところがこうポコンって凸になっているので、最後に何か詰めて自分の好きなデザインにできそうな感じのやつです。そしてこちら、じゃじゃーん、小さなゲーム機みたいなシリコンモルド。これね、私が子供の頃ポケットピカチュウっていうのがあって、その形にそっくりなんですよね。だからめちゃくちゃ可愛いのできそう。そして3つ目、こちら、これもまたゲーム機みたいなんですけど、折りたたみ式のゲームボーイみたいな、そんな形のやつが作れるシリコンモールドです。こっちがゲーム画面で、こっちがボタンとかついていて操作する側の本体みたいな、あとちゃんとねパカッと開くようになるように小さいパーツもくっついています。これはうまくできるかな、どうなるかな、完成品が楽しみですね。そして今回はこちらのレジン液使ってみたいと思います。Amazon でなんとなく選んでみました。エポキシレジン、2液性のレジン液で液を混ぜて使っていくタイプのやつ。いつもと違うのが水性らしいです。だからもしこぼしたりしてもさっと拭き取ることができて、あと匂いもそんなに強くないんじゃないかなと思って選んでみました。初めて使うので使い心地はちょっと不明なんですけど、コスパ的にはいい感じ。中身はこんな感じです。じゃん。おー。こうね。こんな感じで液体が A 剤、B 剤で分かれています。それと計量するためのカップ、手袋が2セット、スポイトが入ってる木のぼっこ。これなんだ？これどうやって使うんだろう。それではまずは計量をやっていきたいと思います。今回は1対1で混ぜていくタイプで、混ぜた合計が150より下になるようにしてくださいとのことなので、50-50で測っていこうかな。51になっちゃった。そしたら次 B 剤、こっちをちょっと大きめの容器で測って、これをこっちに入れていくスタイルでいこうと思います。なので今51になってるんですけど、容器にへばりつく分を考えたらこっちは50でいきたいと思います。待って待って待って55になっちゃった。ぴったり50です。計量できたらこれを混ぜます。そしてしっかりとぐる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 かき混ぜていきます。ぐるぐるぐるっと、まあ、大体2分ぐらいかな。これ今透明なので、混ぜ終わったら何個かに分けて色もつけていこうかなと思います。まずパソコンから作ろうと思ってるので、これぐらいかな。色は白とピンクを混ぜて可愛らしいピンク系にしようと思います。今回テーマはね、もう決めてありまして、ちょっと後でとっても懐かしいものが出てくると思うのでお楽しみに。あ、めっちゃ可愛いじゃん。いい感じの色ですね。これで流していきます。キーボードの方も流します。ここにもね、すっごい細かいパーツがあるので流していきましょう。こんな感じで流していきました。他のやつもやっていきたいと思います。次は黄色に染めてポケットピカチュウ風にしていこうかな。これは全部ドゥーンってシャカシャカシェイカーみたいな感じになりそうですね。 OK。 これ絶対可愛くなると思う。そして最後、折りたたみ式のゲームボーイみたいな形なんですけど、水色にしようかな。そしてこれも端っこにパーツみたいなのがあるので
ここにも流します。こんな感じで全部に流していきました。どんな風になるかな、綺麗にできるといいんですけど、今回の液初めてなんですけど、硬化までの時間が36時間から48時間ぐらい。このままホコリとかが入らないように置いておきたいと思います。工場長のチャンネルということで、硬化終わったので型から出していきたいと思います。でもうね、この時点で1個反省点がありまして、今まで私が使ってたレジン液って、2液性のレジン液の時デコパーツを入れすぎない限りは勝手に気泡綺麗に出ててくれてたんですけど、今回のはあんまり気泡の出が悪かったのか、割とねクレーターになっちゃってるんですよね。表面にポコーンってこんな感じ。だから型流した時に気泡はもうあらかじめ抜いていないと固まった時こうなってしまうらしい。まず反省点一つ目ですね。これが水溶性のあれなのかな、デメリットでもあるのかな。でも水溶性のおかげで匂いが全く今回気にならなかったです。型から出します。でん、あーかわいい。あーボタンの色変えとけばよかったな。でもすっごいかわいい、ほんとこれポケットピカチュウみたいな感じです。ちゃんと画面のところには何か入れられるようになってます。そして続いてノートパソコン型、これもねやっぱりクレーターになっててちょっとポコポコしてます。でまずこっち側からじゃじゃじゃん、キーボードの方はこんな感じ、かわいい。画面の方がこんな感じでーす。じゃん、わーかわいい。でイメージとしてはこうなってこういう感じになる予定。この開け閉めするのにこちらのパーツ、いい感じでーす。そしたら最後折りたたみのゲームボーイみたいな形のやつ、まず画面部分の方から、じゃん、あーこれもかわいい、いいですね。そしてボタン操作の方はこんな感じ、じゃん、あーかわいい。だけどこれもさ色変えとけばよかった。全部同じ色で作っちゃったので分かりにくいと思うんですけど、色分けしたらもっと可愛くなりそう。こっちの方にもパーツがついています。よいしょ、これで組み立てていくみたいです。とりあえずいい感じに全部できました。そしたら次は中に入れていくものを決めていきたいと思うんですけど、今回こちらを用意しました。用意っていうか発掘しました。じゃじゃーん、かなーり昔のポケモンシール。やっぱりゲームボーイ的なのって言ったらちょっと古いやつでもいいんじゃないかなと思いまして、この中から選んでいきたいと思います。なんか歴史を感じますね。本当に初期のポケモンの形、絵柄っていうのかな、そんな感じのやつたちなんですけど、この中から封入する子をちょっと決めていこうかなと思います。みんな好きなポケモンいますか？もうさ、今だったらいないポケモンもいるんじゃないかな。今回あの土台を青、ピンク、黄色って作ってったので、ピンクにはピンク系の子、青には青系の子っていうか、ちょっとそこは統一させたいなって。あーかわいい、パウジュゴン、かわいくない？水色のやつジュゴン入れようかな。かわいい。これ確かねアイスのおまけでついてきたやつな気がする。めっちゃこれのアイス食べてた気がする。あプリンかわいい。という感じで今ジャット候補をあげたんですけど、これはまあヤドン確定でいって、ピンク系のやつをピッピにするか、ラッキーにするか、プリンにするか、プクリンにするか、どうしよう。プリンかラッキーがいいな。どうしよう、プリンにしようかな。こっちの候補はジュゴンかゼニガメか。カダックも可愛いですよね。ゼニガメにします。このモチーフで作っていきたいと思います。まずはゲーム機能から作っていきたいと思います。最初にこの画面の方から仕上げていこうかなと思うので、この中にレジン液薄く敷いていきます。伸ばして伸ばして、全体に広げたら早速入れていきたいと思います。一旦これで硬化してシールずれないようにしていきたいと思います。そしたらまた UV レジン液でこのシール全体を覆って硬化していきたいと思います。これで硬化します。
画面部分はシンプルにこれで完成にしたいと思います。そして次こっち面です。こっちの方もゼニガメっぽくしていきたいなと思って、今回はこちらオーブン粘土でゼニガメの顔を作っていこうかなと思います。オーブンシート引いてこの上で作業していこうと思います。これで顔を作りたいので顔の形になるように、いいんじゃない、こんな感じ。目離しすぎるとウパーみたいになっちゃうんで、なんかメタモン感があるんですけど、まあいっか。モンスターボールも作ってみました。これでオーブンで一回焼いていきます。こんな感じに完成しました。これをデコパーツにしてこうやってなんか可愛く使っていきたいと思います。 UV レジン液使ってデコレーションしていきたいと思います。透明のレジン液をこんな感じで出して、表面ポコポコしてるのでそれも隠すように一回薄く広げて、それでデコパーツ乗せていこうと思います。中心にゼニガメを置いて、この横にモンスターボール、そしてアルファベットのビーズ、ゼニガメって用意してみました。かわいい、ゼニガメ、こんな感じでデコレーションしていきました。なかなかの可愛さではないでしょうか。ここまでできたらこの作ったパーツで折りたたみになるようにしていきたいと思います。このパーツの穴が開いている方を、突起があるのでそこに差し込んでいきます。ビュッとこんな感じです。反対側にも差し込んで、そしたらこれをこんな形になるようにまたまたレジン液で止めていきたいと思います。接着剤代わりにレジン液塗ります。そしてこんな感じでくっつけて硬化していきたいと思います。ゲーム機型の完成しました。開くとこんな感じです。ちゃんと開くようになります。めっちゃ可愛くない？可愛いめっちゃ可愛いな。ジェニー、ジェニー。こんな感じ。次裏面作っていきます。またさっきと同じようにレジン液ルーンと流して、ボコボコしたのがなくなるように全体に伸ばしていきます。さっきと同じようにアルファベットのビーズ用意しました。Q-U-D N のビーズがなかったので代わりに Z を横にして使っていきたいと思います。あと下の方にお花でも乗っけとこうかな。こんな感じのデコレーションにしてみました。プリン側はこんな感じ、じゃんじゃんじゃんこれも可愛い。そしたらこれもさっきと同じように組み立てていきたいと思います。この穴が開いているやつをこの凸のところにはめ込んで、反対側も同じようにはめ込んで、あとはこんな風になるようにレジン液でくっつけていきます。これでプリンモチーフノートパソコン出来上がりです。ピンク色なので可愛くしたいなと思って、こんな感じのデザインで、中にはプリン、プリプリ似てない最後はポケットピカチュウっぽいやつ仕上げていきたいと思います。で、普通に中にさ詰めていこうかなとも思ったんですけど、やっぱこのままだったら単色すぎてボタンとのメリハリがなさすぎるような気がするので、この画面の周りとボタンのところ黒っぽい UV レジン液作ったので、これで色付けしていきたいと思います。本当にポケットピカチュウをイメージした色をつけていこうと思います。まずこの周り、はみ出さないように慎重に慎重に塗るように。すっごいポケットピカチュウ感。そしたらあとは中身なんですけど、まずイヤドンをこんな感じでここに合わせて切ってみました。でね、これ結構深さがあるから奥行き使っていろんなの詰めてっても楽しそうだし、シャカシャカシェイカー風にしても可愛いなと思います。だけど今回は割とシンプルに作ってみようかな。まず最初にこの緑を下の方に敷いていきたいと思います。草原で出くわしたみたいな感じのイメージの緑。最初草むらイメージして作ってたんですけど、ちょっと液晶画面に寄せたい欲も出てきたので、少し液晶画面をイメージした緑、そんな色を入れたいと思います。めっちゃそれっぽくなりました。
ここに宿のシールもう入れていく気満々で切っちゃったんですけど、ここまで来たらなんかこれよりもポケットピカチュウにより似せていきたくなったので、こちら作ってみました。じゃじゃじゃん。 iPad でドット絵を描けるアプリ、これを印刷してこの中に封入していきたいと思います。ねえ、ちょすごいそれっぽいのができました。じゃじゃじゃーん本物みたいだよね。ここまで綺麗にできると思ってなくて自分でもびっくりしています。でいくつかサイズいろいろ作ったんで、どれがいいかな、これぐらいいい感じじゃない。これがこう入ってこれを剥がしてじゃーん、すごくない？なんかこの時点でいい感じ。ちょこっと透明のレジン液下に入れました。わー、待って、めっちゃポケットピカチュウだよ。多分私と同じ時代を生きてる人になったらわかると思います、この再現度の高さを。位置を固定したら透明のレジン液肩いっぱいに流していきます。ボーンと、まあ、いっぱいまでいかなくていいかな、8分目とか9分目ぐらいまで入れます。これで硬化していきましょう。これでなんちゃってポケットピカチュウ完成です。パッと見本物じゃないでしょうか結構それっぽくできたんじゃないかと思います。ということで今日はレジンでミニチュアガジェット作りやっていってみました。いかがでしたでしょうか。個人的にはやっぱり今回のベストヒット作品はこちらですかね。なんちゃってポケットピカチュウ。ただ改善点がめちゃくちゃたくさんあって、作ってる最中にも言ってたんですけど、ボタンを最初から色付けしてておいたらもっと綺麗にもっとそれっぽく仕上がったんじゃないかなと思うので、これは本当改善の余地ありっていう感じの作品。そしてゲーム機型とかノートパソコン型も可愛くて、こっちも作るの楽しかったんですけど、この組み立てるやつってさ難しいのかなとか、うまくできるのかなとかちょっと不安なところもあったんですけど、とっても簡単に組み立てられて、これだったら何度も作りたくなるなって。あんまりさ複雑すぎると作る気がなんか失せちゃったりすると思うんですけど、これぐらいだったら何個でも作りたくなるっていう感じのモールドでした。そして今回使ってみたこの水溶性のレジン液、箱にも書いてあった通り匂いが少なく作業しやすかったです。ただ黙っていても気泡が抜けにくいので、硬化前にちゃんと気泡を抜いたらもっと綺麗に仕上がったんじゃないかなと思います。完成品の方も匂いは全然気にならないので、すごく便利なレジン液じゃないかなと思います。そんな感じです。そして作ってる間に今年初蚊に刺されめっちゃ痒い、全然気づかなかった。みんなも蚊に刺され、これからの時期気をつけてください。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。